ちっちゃい頃から仕事って自分の好きなものにしないとちょっと人生もったいないなぐらいの感じに考えてて、ランニングとかも気持ちいいんでたまに走ってますけど、その瞬間その瞬間でこうやりたいことやってきたっていう感じですけどね。物心ついた頃から絵は好きで、美術の先生とか一時期は考えてましたけど、その小学校の時の図画工作かで、まあ物を作ってた、おもちゃみたいなものが好きで、一番響いたのはスポーンのフィギュアとかは結構集めたりしてましたし、そういうのにちょっとでも携われたらいいなぐらいの感じで、大学の就職課でフィギュア業界のスタッフ募集を見つけたことがきっかけになりますね。商業原型師ってその作家さんの手であり目でなくてはいけないと思うんですけど、鳥山先生のドラゴンボールに悪いようにはさせたくないというか、より忠実に作ることですねフィギュアをなんか全体どっから見ても成立しているような、近寄ってみたら細かくもちゃんと作ってあるっていうのをやりたいんですよね。その原作とか、まあ、アニメだったらアニメとかの顔のいろんな角度のやつをどっから見ても合うようにとか、でそれで立体で破綻しないように作るとか、主要キャラなんてそれぞれでその違ってますからね、イメージが。その辺の最大公約数をつくのがしんどいところですよね、だからこういう大会においては自分好みに作れるっていうのがちょっと楽しいポイントではあります。黒髪悟空をまだ作ったことなかったのでこれをチョイスしました。悟空の性格は大好きですよ、大好きだしデザインも好きです。純粋なその強いものと戦いたいってとこですか。あとは SMSP ってことで大きいのでタッチポーズでよく見せられそうなドラゴンボール最終回の扉絵をチョイスしました。その回もその道着を着てどんな動きしてるかとかも見て、鳥山先生のその描いてる絵がそのパースがかかってたりして、ちょっと頭がでかいとか足がちょっと小さいとかあったので、それを一旦フォトショーであの画像をいじって伸ばしたり頭ちっちゃくしたりとか、平面上でこうバランス整えてからサイズで出力して、そこから棒人形を作るような感じでやりますね。今回テーマとしては本当にその扉絵にいかに合わせか、扉絵を立体化するっていうことなので、その雰囲気が伝わればいいなと思いましたね。絵に合わせて宙に浮いてる感を出したのは今回初めてちょっとチャレンジした。悟空のシルエット的には絵の通り作れたんじゃないかなっていう感じはしてますよ。これまでの SMSP シリーズに一緒に並べてもあのおかしくないような方向で作った感じはありますね。そう、大きいから作り込もうとするんですけど、道着と帯ズボンみたいな感じでテクスチャーを変えたいなと思ったんですけど、
ちょっと試しにやってみたのは本当に上の道着だけ、道着と帯もやってみたんだけど違ってました邪魔になるんですよね逆に。まあ本当柔らかい粘土の状態でいろいろ試しながら調整していったという感じでしたね。首のこのかしげ具合と肩の入り具合みたいなのが解剖学的にはおかしかったりするんですけど、このぐらいやっちゃった方が絵には合う、でそれでも不自然じゃないような状態に持っていきました。僕はでもあれ台風だったじゃないですか、だから台風来る前にもう発想で遅れるようにその前に徹夜しましたね。でも朝までやることはまあ日常茶飯事ですね、はい。なんかでも本当夜朝にかけてこうなんか生まれてくるような気がしません、生物ってまあでもそのものとしてはいい感じになったんじゃないかなって思ってますけど、うん、本当みんなうまい人ばっかりなのでその中に一緒に作らせてもらえるのは光栄なことだなと毎度思ってますね、うん、優勝経験者たちに腕を借りるつもりで頑張らさせてもらいます、はい、頑張ります